カロリーネホン・オラニエン・ナッサウ・ディーツは、ナッサウ・バイルブルク公カール・クリスティアンの日。ルクセンブルク大公、アドルフの日ババにあたる。オランダ5名は、カロリーナ・ファン、オラニエ・ナッサウ。オラニエ公・ウィレム4世と、非・アンナの娘として、レイ・ワルデンで誕生した。ウィレム5世は、同母弟である。父・ウィレム4世が1751年に休止した際、妻。 ウィレム5世はわずか3歳であったため、母アンナが摂政を務めた。しかしアンナも1759年に死去したため、父ウィレム4世の聖母で、カロリーネの祖母であるマリアルイーゼが摂政となった。マリアルイーゼが1765年に死去したとき、22歳になろうとしていたカロリーネが変わって、 弟の摂政を務め、ウィレム5世が18歳の青年に達した1766年に摂政の座を降りた。カロリーネは教養ある女性で、特に音楽に秀でており、ピアノを演奏し歌ったという。幼いモーツァルトをハーグへ招き、モーツァルトはカロリーネのために6つのピアノソナタを作曲した。モーツァルトは20歳になった1777年に、再び、 カロリーネの元を訪問し、ナッサウ・バイルブルク公の居場がある、キルヒハイム・ボーランデンで演奏会を開いた。1760年3月、祖母マリアル・イーゼが摂政を務めていた時期に、ナッサウ・イエベツ系統のナッサウ・バイルブルク公、カール・クリスティアンと結婚し、16子を設けた。成人したのは7人であった。ありがとうございます。